参議院議長は日本の国会参議院の議長。参議院議長は参議院において秩序を保持し、議事を整理し、議員の事務を監督し、参議院を代表する。なお、本記事では参議院議長の職務を代行する職である参議院副議長や仮議長についても述べる。衆議院を代表する衆議院議長とともに、 立法府を司る三権の長である。参議院議長は憲法上及び国会法上の国会の役員であり、参議院議員の中から一名議員によって選出される。参議院は衆議院中心の政争から離れておくべきとする風潮から参議院議長は長老閣の政治家が最後に就任する上がりポストとされ、参議院議長経験者が さらなる権力欲を目指すことは、現に慎むべきとする風潮が浸透している。そのような風潮から、1991年10月4日に、議長を退任した後の、翌1992年7月13日に、埼玉県知事に就任した土屋義彦や、2010年7月25日に議長を退任した後の翌2011年1月14日に、 法務大臣に就任した枝さつ月のように参議院議長経験者が行政要職に就任した場合は参議院議長の権威を損ねるとして批判される。一方、平田賢治、山崎正明、伊達忠和と国務大臣就任歴なく議長に就任し、そのまま閣僚経験なく議員引退する事例もある。ただし、青木幹親子 c 石東のように、 参議院議長よりも参議院議長を指名し得る与党の参議院議員団長でいることを選ぶ例もある。参議院議長の職については1947年制定の国会法により両議員に共通した規定と参議院規則による参議院独自の規定とがある。なお参議院議長に事故のあるときは参議院副議長、仮議長、事務総長が 議長の職務を代行する参議院議長の選挙は、議会招集当日に議長がない場合、集会した議員が総議員の3分の1に達した後、この日をもって退任する参議院副議長、または事務総長による議長の職務代行のもとで行われる。議長選挙は非選人の指名のみを記載する短期無名投票である。 各議員の席には前持って3枚の投票用紙と各議員の名前が書いてある寄札が備え付けられている。三時の指名点呼により呼ばれた議員は半時計回りに壇上に上がって投票用紙と寄札を2人の三時にそれぞれで渡して順次投票を行う。投票終了後、投票漏れがないか確認し、投票漏れがなければ投票箱を閉鎖する。その後、4人の三時により、 名刺の計算と投票の点検が壇上にて行われる。そして事務総長に最終確認し議長席に座っている参議院副議長または事務総長から投票総数名刺の数の符号の有無の後結果が発表され過半数を得たものを当選人とする。投票の過半数を得たものがないときは投票数上位2人について決選投票を行う。 二人の得票数が同じ時は、くじで決定する。副議長の選挙では当選された、参議院議長の職務の下で行われ、選挙の手続きは、議長の選挙と同様である。当選人の挨拶は、衆議院では、議長、副議長が選挙されてから行うが、参議院では、議長の当選後、副議長の当選後にそれぞれ行われる。なお、二0 1三年八月の参議院、 副議長選挙では、木札が240枚だったのに対して、投票総数が243票となり不合しない事態を生じて再選挙となったが、3名が投票時に予備の投票用紙が重なっているのに気づかないで投票を行ったためと見られている。参議院議長は、参議院第一会派から選出される慣例になっている。また、 参議院通常選挙で半数改選されると議長は非改選議員であっても一度辞任することが慣例となっている。その場合、参事が議長辞職願いの朗読を行うことになっている。設立当初の参議院は政党に所属しない議員が多く、議長がリーダーシップを発揮することも多かったが、参議院の正当化傾向に伴い議事運営の主導権が 政党に移っていった。同時期に、政府区議長は、院内会派を離脱し無所属となる慣例が成立した。2007年の第21回参議院議員通常、選挙では民主党が対象して、参議院第1党となった。このため、1956年以来自民党が持っていた参議院議長のポストは初めて自民党を離れ、民主党へ移った。 2013年の第22回参議院議員通常選挙で自民党が参議院第1党になり参議院議長のポストは民主党から自民党に移った。政府議長の任期は参議院議員の任期と同じであるが実務上は3年ごとに行われる参議院議員通常選挙直後の国会冒頭において政府議長は辞任し、 公認を選出することが慣例となっている。なお、任期中において、参議院が自ら選任した役員を解任することは、国会法など法律に特段の定めがある場合を除きなし得ない。現在、国会法は、常任委員長についてのみ、解任規定を置いており、議長に対しての不信任決議は、法的拘束力を有しないが、無視はできない出来事である。 参議院議長公邸日本の立法府である国会は衆議院と参議院から構成するとされており参議院議長は衆議院議長とともに立法府の長であるこのため歳費は他の議員よりも多額であり行政府の内閣総理大臣や司法府の最高裁判所長官とほぼ同額となるまた参議院議長副議長はそれぞれ公邸へ入居することができるなお 参議院議長は自衛隊を公式に訪問しまたは、視察する場合その他防衛大臣の定める場合において、栄予令を受ける栄予令受令資格者に定められている。宣令では、参議院議長、副議長が現職で死去した場合は、参議院層となる。国会法第19条は、各議員の議長は、その議員の秩序を保持し、議事を整理し、議員の事務を監督し、 議員を代表すると定め、議長の権限には、議員秩序保持権、議事整理権、議員事務監督権、議員代表権があり、国会法や議員規則などに規定されている議長の権限は全てこれらのいずれかに属するとされる。なお、議員秩序保持権の中には、議事整理権の発動としての面を持つものもある。 議員秩序保持権議員秩序保持権には議員警察権などが含まれる。議事整理権議事日程の決定や委員会への付託、会議の決定のほか、議長決裁権などもこれに含まれる。事務監督権代表権名を公室転搬第28条により、参議院議長及び副議長は公室会議の議員として公室経済法第8条により、 参議院議長及び副議長は、皇室経済会議の議員といて、それぞれ指定されている。ただし、皇室会議議員や皇室経済会議議員としての職務は、参議院議長、副議長の職域とは関係ない。衆議院規則には、議長権限で、記名投票の投票時間を制限できることが明記されているが、参議院規則には同様の規定が明記されていない。しかし、 先例では、このような権限は、議事整理権に含まれるものと解されている。1998年8月12日に、荒木清弘法務委員長解任決議案において、野党議員が通信防受法案など、組織犯罪対策三法案阻止を目的に、牛歩戦術に出たとき、斉藤重郎議長が、議長権限で投票時間を制限した例がある。 2004年6月5日、倉田博之議長不信任決議案審議のため議長席に就いた元岡昭治副議長が3回宣言を行った。副議長は民主党出身であり、年金関連法案の廃案を目的としていた民主党の意向によるものであった。しかし、参議院規則では3回は議事日程に記載した案件の議事を終わった時に限っているため、事務総長は 議事日程に記載した案件を終了しておらず、3階は無効と判断、副議長にその旨を伝えたが、その精神にもかかわらず、副議長と野党議員は議場から退席した。その後、A 氏に守られながら登場した倉田議長が再び議長席に上がり、3階の無効を宣言した。倉田議長は、議長不信任案が議題となっており、 自身に対する議案であるため議長を一時的に務めることができず、また副議長も退席しているため、河村義則参議院事務総長が議長職を代行して、仮議長の選挙を実施し、竹山博氏が仮議長に就任。同仮議長の議事のもとで議長不信任案の採決が行われ、否決された。否決後は倉田議長が議長職に復帰して議事を進め、 年金関連法案は可決された。議長は自らに対する不信任決議案が、議事になっている時に職務を行うことができない規則になっているにもかかわらず、A 氏による排除という実力行使を伴って議長が議事整理権を行使した行為は、議長の職務権限の一部を制限する規則を無効化する越件として批判された。また副議長が民主党の意向によって、 規則上認められない3回宣言を行ったこと、不測の事態が起こった際には、議員運営委員会理事の助言に基づいて議長、もしくは議長の職権を代行する副議長が、議事整理を行う慣行があるにもかかわらず、議長、副議長とも、与野党理事の協議を待たずに、議事整理を行ったこと等、様々な問題を残した。議長に事故がある場合または、議長が欠けた場合は、 議長の職務は副議長が行う。本会議場の壇上中央には議長席があり、議長席から見て、右脇には事務総長席があるが、副議長席といったものはなく、議長に事故等がない限り副議長は、自らの議席で審議に参加する。この場合、慣例、先例により、議長が投票をしない案件であっても、議席の副議長は、 他の議員と同様採決に参加する。副議長も事故がある場合は、仮議長を選挙または議員の委任により、議長において選任して、議長の職務を行わせる。副議長または仮議長が議長の職務を行う場合、自称、多少は単に議長となり、副議長は副議長においてのような呼び方はしないのが慣例である。なお、仮議長の選挙の場合や、 議長もしくは副議長がかけたためその選挙の必要がある時に副議長もしくは議長に事故がある場合、議長及び副議長が共にかけたことによる選挙の場合においては事務総長が議長の職務を行う。このほか1956年6月2日、議長事故につき、副議長、寺尾豊不信任決議安審議のため、仮議長を選挙する手続きが取られたが、 投票途中に、議長、松野鶴平が出席し、仮議長の選挙は、必要がなくなった旨を宣告した例がある。第199回国会初日の2019年8月1日、重度の障害などの理由で移動に制限があり、自ら投票箱に行くことができない議員については、あらかじめ了解を得た解除者が代理で記入した投票用紙を、 参議院事務局の職員が投票している。その際、よって、君が議長に当選されましたと宣言する。当選人は事務次長に誘導され、演壇に向かう。ありがとうございます。